はい、どうも、コミです。さて、本日は、つむぎ組さんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。こちらですね。タウンホール12を見ていきたいというふうに思ってるんですけども、13のですね、アタックの中で結構私、スパネクがいいかもな、みたいなことを言ってたんですけども、12でもやっぱりね、強い。まあ、以前、GS さんに私が、赤を貸させてもらっていた時にも、トキさんがですね、12の、カンストアカーを使って、タウンホール13のカンストをボコボコにしちゃってるっていうような、そんなスパネクの破壊力もご覧いただいていたかなと思います。まあ、過去の動画見てもらえば出てくると思いますけども。で、それをですね、やっぱり、つむぎ組さんもふんだんに使ってらっしゃるんですね。いや、これ、ボンクラでいつもさ、私、苔に苔て、もう本当に、もう病んでしまいそうなんですけども、これもう突破口、もしかしたら、二つですよね。突撃艦、エスパービスドラゴンっていう手もあるんですけども、スパネクっていう手もある。もうこの二つにちょっとね、絞ろっかなっていう風に最近ちょっとね、思い始めています。で、まあそんな中でですね、自分自身がじゃあこのスパネクを使いこなすためにはどこを気をつけるべきなのかっていうのを何度も何度もね、見させてもらって、で、いくつか気がついた点っていうのをお話ししていきたいという風に思います。まずはキャリパッパさん見ていきたいと思いますね。今日合計4本見ていきたいというふうに思うんですけども、基本全部このライトニングからの、ね、スパネク、おでひを使ってライトニング当ててスパネクですね。で、何せ気をつけるべきポイントはまずおでひやる時間です。今だいたい47秒ぐらいからスタートしましたよね。で、どれくらいまでおでひをやっていくのかっていうところ。二つ目、グランドオーデンのおでひでカットする施設の奥ですね。ここをカットしていくんですね。ここのところを。で、見ての通り、クロスボウプラスインフェルノ。で、さらにグランドオーデン像と、非常に高火力の防衛が、ここに固まっているところを狙っていくっていうところが、ポイントですよね。その狙っていって破壊した上で、さらに、グランドオーデンがカットしているこの領域までをこう繋げていく。奥深くまでこう直線的なカットを入れていくっていう、これがやっぱりポイントですね。こうすることによって、スパニクが、一方に必ず進んでいってくれて、逆方向に逸れなくなるということですね。今出たのが大体2分10秒ぐらいのところで出てきましたんで、およそ35秒ぐらいの、おでひカット時間だったと思います。おでひがだから正味カットしたのは、この辺までですね、この辺だけ。この辺カットしただけなんですよ。ほぼ表面の表層のところを。だからそれ以上の仕事をさせちゃうと、やっぱ時間切れになっちゃうんで、1分とかね、間違ってもおでひに、仕事をさせない方がいいかなというところですね。グランドウォーデンの後ろにつけながら、スーパーネクロマンサー壁の中にジャンプで入っていくという感じですね。外周部には普通のネクロマンサー、今ですね、スパネクと、普通のネクロマンサー両方も使える環境になってますんで、これを出していって、うまいことですね、この、スーパーネクロマンサーがこの壁の区画のくくりを利用して、外に出ないように走っていきましたが、ジャンプが若干遅れちゃったかな。ということによって壁を殴ってこうね、少し遠回りをした感があります。ただ、しっかり壁の中に、また戻っていくというところが、これ、ケリパパさんの、ルート作り非常にうまいところかなというふうに思いました。中央アーチャー君が削っているので、まあ、ちょっとね、壁を殴ってしまった感がありますけども。まあ、その効果もあって、スパネクしっかり束になって、ヒーラーを引き連れて移動してますんで、これでもうやられる心配ほぼほぼなしですね。投下弊社は、これ面白いとこ1点。キングここから出してカットするじゃないですか。キングが力尽きそうな6時方面に今度投下弊社を出して、ここからリレーするんですね。キングからの投下弊社リレーをすることによって外周のカットをしっかりしながら、中から出てくるホグライダーっていうのを、最終的には、これですね。スパネク部隊と合流させて、合体じゃねえわ。合流させて、一層内側を削っていくっていう感じです。このね、やっぱリレー大事ですね。キングからの投下弊社っていう、このリレー。それプラス、ちょっとですね、壁の奥側はライトニングで削って、グランドオーデンの削り時間は、まあ大体35秒ぐらい。セカンドですね。まあこれぐらいにしておくというところですね。で、ルートはこんな風に L 字を作って、スーパーネクロマンサーここに通していくと。いう感じですね。これは非常にオーソドックスなのかなと思います。やっぱりそのライトニングで美味しく削れて、かつ、今回で言えばその外周部分、グランドボーデンのオーディヒで削るところに、まあ、ちょっと1個ねエリクサータンクがあるんですけども、まあ、それぐらいの、高体力施設しかない。ここにもう1個ね、この
学園タンクなんかがあっちゃった場合結構きついと思うんですけども、そうじゃないっていうところが多分大事ですね。非常にライトニングを効率的、グランドボールの削りも必要最低限、かつキングからの東海兵士のその外周カットリレーも非常に、スムーズだったというところで、この攻め結構私は12のですね、鉄板の形に一つなるのかな、鉄板12のスパンデック編成の鉄板になるのかなというふうに思ったところですね。ですね、次ちょっと15番見る前に18番もう一回、これですね、キャリパパさんもう一本取っていってます。これも見ていきましょう。やっぱ同じ、プレイヤーの方のですね、スパンデック編成っていうのはすごい勉強になりますよね。陸のクロスボウが今回2本ありますね。で、マルチインフェルノが2本と、3本か、全部マルチですね。まあ、こういうマルチに関してはしっかりヒーラーがやられずについていきさえすれば、あのスパネク全然生き残ってしまいますので、まずはでもそうは言ってもヒーラーを焼かれちゃったりもするし、ルート作りも必要なんで、このマルチインフェルノの周辺の大砲と一緒にこう削っていきますね。削りを入れて、まあ、大砲にも若干ダメージを入れながらグランドオーレのオレヒーパートとここ繋いで、この領域を削っていきますね。こういう風にスパネクはここから壁の中に入っていくということですね。キングは6時方面から外周カットという感じになってきます。さあ、10日兵舎をどこから出すのかも注目していきましょう。アーチャークイーンでもないね、アーチャー島ですね。このアーチャー島にもしっかりバルーンを出てカットしてるんですけども、今回は10日兵舎、6時側から出していってますね。これどういうことなのかなって自分思ったんですけども、結構ですね、理にかなってる10日兵舎の場所って、まあ偉そうに言うのもなんですがめちゃくちゃうまいんですけど、キャリパパさん理にかなってるとか、まあ偉そうだな、上からだなみたいな感じに思ったらごめんなさいね。そんなつもりはもうそうないですね。しっかりと学ばせてもらってます。スパンディクは中にこうガンガン入っていくじゃないですか。そうすると、盲点になっちゃうの、盲点っていうか、その、浮くのがこの部分なんですけど、ここに、これ、ポグがね、向かってくるんですね、こういう風に。外周はペッカとかキンがカットするじゃないですか。外周1個内側の壁の内側、今でこのイーグル砲とか、大砲とか、こういうところをしっかりと、このホグライダーがカットしていってくれることによって、上方面を歩いていった、スーパーネクロは下方面にそれずにこう進んでいくんですよね。これがいいですね。で、本来このリレーで出してましたけど、このリレーね、こっち側、リレーでここにも出すのかなというふうに思ったんですけども、結果的にはホグライダーが一層内側削ってくれたおかげで、キングとペッカがピン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 してるんですよね。これもすごいなんか、見極めが難しいんですけども、リレーで出す場合と、こういうふうにですね、短期で、短期使う単一の場所っていうのかな、同じ場所から出していく場合、そこよく見分ける必要があるのかなというふうに思ったときに、見るべきポイントは、さっきのパターンっていうのは、キングこっから出して、本当もうほぼ外装をキングが削るだけでしたよね。で、この辺にこう、スーパーネクロマンサーを、ウィッチね、出していったので、そんなにね、壁の椅子内側を見る必要がなかったんですけども、でも今度の場合っていうのは、ここ見なきゃいけないですね。ここ見なきゃいけないから、ここに関してはもう10日兵士から出てくるペッカ、ウィザーだったらキングとかじゃ見れないじゃないですか。そういう場合っていうのは、そこにホグライダーを当てていくために、6時方面から相手10日兵士を出していくということですね。こっちに10日兵士を出しちゃったら、この部分が丸々残ってしまうし、じゃあ先にじゃあ10日兵士をこっちに出して、キングこっちからダメなのって言った場合は、多分クロスボウ、大砲、アチャとこの辺のダメージを受けて、ペッカがやられ、ウィザードが全部やられ、多分ここが残っちゃうんですね、ここが残っちゃうと思うんですよ。だからそこをちゃんと突破できるように、キング、ペッカを、ちゃんとですね、コンビにして歩かせていきつつ、ホグラーデで刺していくと。おそらくここまで削ってくれればよかったっていうぐらいの感覚だったんじゃないのかなっていう。ここですね、ここをキング、10日で削っていければいいのかなっていう感覚だったんじゃないかなと思います。多分こっちまで回ってくれましたけど、結果的には。まあ、そこに関してはスーパーネクロマンサーで見ていたんじゃないかなというふうに、まあ自分としては感じました。やっぱりライトニングでそのアドバンテージが取れて、その外周側をおでんでスピーディーにカットができて、まずそこですよね。そこがしっかり見れるかどうかっていうのがポイントかなというところですね。もう一個はこれ、マリアさんですね。若干施設のレベルは、先ほどに比べたら低めですけども、まあまあ、タウンホールに関しては、レベル5、クロスボウもしっかりとレベルが上がっているし、イーグル砲、インフェルノ、アーチャークイーン、キング等々も、レベルは結構高い。まあまあ、大砲ぐらいですかね。アーチャー島大砲がちょっとまだレベル低いかなぐらいの村ですね。そんな火力は低くないと思います。ここに関しても、ここですよね。この金庫少しやらしいんですが、その前に、ここ、
ライトニング相当丁寧に打っていますね。残り2発のライトニングプラスクエイク一発なんですけども、これね、結論を言うとですね、ちょっとね、なんでここ止めちゃったのかな、このアチャクイを多分ライトニングに巻き込みたいと思ったのかな、結構細かいところは、はい、そうですね。アチャクイを巻き込みたいと思ったんですね。で、この時にクエイクを打ち忘れちゃっていてですね、ユニットが若干それます。これ結構失敗したんじゃないかなと思うんですけども、それでもやっぱりスパニックのそもそもの底力がすごいので押し切れちゃうっていうのが、まあまあ、自分が驚いたポイントというか、スパニックをこのままタンホール側にこう入れていくんですけども、と同時にこっちにもこう反れちゃうんですよね。はい、こんな感じで、で、イエティとウィザードを使ってカットをこう早めていってますね。おそらくこれは狙い通りこの円をカットするためのイエティ、ウィザードだったんじゃないかなと思うんですけども、ここのクロスボウとインフェルノが残ってしまっていたので、若干そっちにこの、若干ではないな、むしろ、3体も逸れている。だいぶ逸れていってしまいましたね、スパネックが。で、2つに分断されちゃったんですけども、投下兵舎プラスキングでここをカットしていきながら、外周側には、バルキリーもいますね。で、外目のこの部分っていうのはしっかりとウィザードたちも使ってカットしていて、で、残った上方面と中央部分に、スパネックと、アーチャークイーン流し込んでいって、結果的には処理できてるっていう感じですね。中央部に入ったスパネックとアーチャークイーン、まあ、数少なかったんですけども、ビッグボーイを引き連れてたんですね。要するに、でっかい、スケルトン、あれビッグボーイっていうんですけども、引き連れていたんで、そいつらがアチャクイートスのスパネック本体の盾になってくれて、結構いい感じで中心の削りをしてくれましたね。外周部分をしっかりこことここ削れているので、まあ、中心部に対する火力っていうのが、まあ、そんなに入っていかなかったっていうのが、まあ、あるのかなっていう感じですね。ここが、まあ、割と火力としては低いグッド領域になったのかなっていう気がします。で、最終的には上側に回ったスパネックが3体と数多かったんで、こいつらがヒーラーを引き連れて、残ったインフェルノタワーを壊してゲーム、クリアという感じになっています。まあ、こんな感じで押し切れちゃうっていうのがやっぱりね、すごい個々の能力の高さですよね。タウンホール13でも全然通用するユニットなので、まあ、それ考えたらね、この去年の11月、20年の11月ぐらいまでは、タウンホール13と、12ってユニット数280枠で同じだったんですね。呪文枠も同じだった。で、スパニックのレベルっていうのはレベル5が最大で、これ12からもレベル5が使えるわけじゃないですか。だから13レベルのスパニックアタックっていうのがもう12もできてしまうっていう時点で、めちゃくちゃ防衛と攻撃のバランス面考えたら、この戦術の選択面でだいぶアドバンテージが取れるわけですよね。それをですね、こううまく、おお、間違えた。これじゃない、まあ、これ見ましたね。こう、12の村に当てはめていけさえすれば、まあまあ、時間さえ気をつければちゃんと取れるのは必然なのかなというのがね、今回の、この紬組さんたちのアタックを見ていて思ったところですね。これなんかもそうだと思うんですけども、これ、村の見方が本当に翔一さんがうまいな。ここ、非常に火力が低いんですよ。で、かつ、キングとかは歩かせやすいんですよね。で、そっちに対して怖いのはこのマルチインフィルの、これだけにね、こうライトニング打っていくんですよ、こういう風に。俺には驚いた。こんな感じですね。まあ、イーグルでもしっかりダメージが入るようにクエイクを打ちながらライトニングで、マルチインフェルノだけを壊していく。で、こっち側残ったこの外周部分のここっていうのは、キングでしっかりと処理していきさえすれば、スパニック本体のルートっていうのはもう、ここですよね。ドーンとまっすぐ、ウッドランチャーかな、を使って流していくということですね。1体スパネックを添えて、バーバリアンキングの破壊をサポートすると。残った4体は、ウッドランチャーとアーチャークイーン、グランドボーデン、ヒーラーと共に中に入っていくという感じですね。いやー、このルート作りはうまいな。すーごいうまい。で、キングも、だいぶダメージここで受けてますけども、ここから先、まあそんなキングを倒せるような、強力な破壊力もた防衛ないので、もうそのまま、フィストを発動して、ネクロもスパネックを1体引き連れながらも突破ですね。で、最終局にこのタウンホールが残っちゃってるっていうのが少しこれ苦しくて、だいぶここに少しね、こう、ウォーサーをして苦戦しちゃうんですけども、まあ結果的にもやっぱり、スパネックの体力の高さが物を言うというか、まあちょっと見ていてほしいんですけども。こういうところがね、ネクロマンサーとの違いかなって思いますよね。まあ、ネクロマンサーって、スパネックに比べれば比較的、まあ、時間の、その、なんていうのかな、マイナスっていうのはないというか、なんていうの、その、時間切れのリスクとしては、まあ、ネクロマンサーの方が多分、多少低いと思うんですね。多少は。比較するとですよ。どっちもそれあるんですけど。なんだけども、スパネックって、やっぱ強いのは、これ、今、ちょっと大事なところを見落とした。タウンホールのダメージが今スパネックに入ったんですよ、ガンガン。
なんですけども、スパンデック体力があるから、そもそも。やられる前にその範囲から今逃げてここにいるわけなんですよね。これがもしもそのネクロだった場合には、ガンガンダメージを受けてヒーラーが回復する前に多分やられちゃうと思うんですけど、そうならないっていうのがスパンデックのやっぱり強さ。こんな風に、ちょっとね、9時に流れてもう一回アプローチしますみたいな場合でも、ちゃんとスパネク、その過程で体力が一回減ったものが、別にゼロにならなければヒーラーで回復するのでね、ゼロになる前に、うまいこと範囲から逃げて、また回復して戻ってくるみたいな、これができちゃうんですね。ネクロだったら多分回復する前にやられちゃうんで、そこで終わっちゃうんですけども、これができるっていう。だから、体力のバッファーですよね、バッファー。ダメージのいっぱいダメージを受けちゃうその領域で、ユニットがやられたらもう当然ね、このゲームザオリクないので、復活できないんですけども、一回やられても、一回やられるギリギリのところで、なんとか生き残りさえすればヒーラーが回復してくれて、また頑張れるみたいな。まあ、このね、コンボですよね。これがやっぱり、できるのが、スパネクと、普通のネクロの大きな違い、体力のバッファーがあまりにも違う、10倍くらい違うっていうね、まあそこかなという気がします。でもところで話変わりますけど、これザオリクみたいな呪文ってもしかしたら今後出てくるかもしれないですね。やられたユニットが蘇る魔法みたいな、そんな魔法が、いや来るかな。でも来たらどう使うんでしょうね。序盤に例えばイエティとかでカットしまくっといて、でそのカットでやられたイエティをそのザオリクで復活、いやないな、非常に複雑すぎるな多分。しかもあんまり使い道が思い浮かばないからちょっと思い浮かんだけど、あんま現実的ではないかなっていう気がしますね。はい、まあ、というところで本日はタウンホール12のですね、スパネクラッシュ見ていきました。やっぱり、まあ、ポイントまとめると、グランドウォーデンのお出火時間というのはおよそ30秒から40秒いかないぐらいで終わるべきっていうところですね。プラス、ライトニングの呪文でなるべくアドバンテージを取りながら、さらにグランドウォーデンのお出火、の破壊とうまいことこうつなげるようにですね、ライトニングを打つことができて、お敵とライトニングのその、ね、破壊でうまいことこう村の奥深くまで、縦長のカットが効くこと、まずこれが、一個重要なポイントかなというところですね。さらに中に入れる、キングと、トーカー兵士を使って、スパネックが壁の中に入るようにカットを入れていくわけなんですけども、その中の、キングのとトーカーの使い方っていうのは、壁の1層2層内側まで処理する場合には、中に入れておいたホグライダーを使って、トーカー兵士を、使っていくっていうパターンになるし、壁の中を処理する必要がない、本当もう外周流すだけでいいよっていう場合には、キングとトーカー兵士のリレーをするっていう手もありましたね。で、壁の中を処理する場合当然ホグライダーがいいんですけども、こういったリレーで済んでしまって外周だけでいいよっていう場合に関しては、バルキリーを使うと結構ですね、足の速いバルキリーが回収を頑張ってくれますので、時間切れ防止にもなるというところで、トーカー兵士の中身は彼トーカー兵士に何をさせたいのか、その仕事をする外周掃除なならバルキリー、壁の中を破壊したいんだったらホグライダー、うまいことねこう使い分けていくといいのかなというところですね。呪文の編成的にはライトニングパートに結構呪文されちゃうんで、ジャンプの呪文2発だったり、っていうところでもほぼレイジーが積めなくなってしまうんですけども、ポイズンもやっぱ積んでないですね、今回もそうですけども。まあなんですけども、しっかりそこはトームを使ったり、トートして回避していくということで、この呪文の方を持っていき方っていうのも、まあもう一回ですね、このアタック見返してもらって、まあどんな風なパターンにはどういう呪文なのかなというところもチェックしてもらえると、もうおよそ、戦術を使う時の事前準備で、まあ編成作りですね、と、あとまあ使いこなし方っていうのは、まあ大体これで網羅できるのかなというふうに思いますので、ぜひね、やってる方参考にしてもらえたらなというふうに思います。僕もこれやってみます。いやーボンクラですよ。ボンコスのボンクラなんとかしてちょっとね、そろそろ結果出さないとね、ホラ吹き君になってしまうのでお前の動画偉そうに言ってるけど全然お前ダメじゃねえかみたいな。いや本当に12難しいんだよ。なんかね感覚がずれちゃうんですよ、13と12が違いすぎて。まあっていうのはまあいいわけですけどね、頑張りますんで、ぜひね、そちらの方も、生放送皆さん、ボンクラね、毎週水曜日やってますので、夜9時からご覧いただいて、応援いただければ嬉しいなというふうに思います。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。もしこれ参考になったよということでありましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。またですね、これからもタウンホール11、12、13と幅広く、動画を扱ってまいりますので、サブアカで持っている方も、メインアカウント、この領域にある方も、皆さんですね、今後も動画ぜひ見てもらえたら大変嬉しいなというふうに思います。というところで本日ではもう終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。